こんにちは、キヨです。今日はお友達が2人アレックスと遊びに来てくれるのでタコスの準備をしていきたいと思います。まずはピタパンを作っていこうと思うんですけど、自家製酵母がめっちゃ元気で発酵に時間かかるので先に仕込んでいきます。2個買った。ああ、うん、入れたらもう一回チャンス。買った方が楽しいかなと思って、ね、今日ドンペリ買ったかも。面白いね。えーってなるね。かも、うん、でも買ったかもって言うとなんか買ってると思われるよね。あー、先に説明した方がいいと思う。本当にカモだよ。まだわかんないからえ、言った量の倍ぐらいない？え、350だよ。こんなに多いんだ。まあ、多い方が美味しいかもね。
それ開けちゃったからこっちに。まずリリちゃん。はい。これ何、何が入ってるかわからない。わか、まあ、あの種類が決まってるけど。どうですか？どうですか？これや。ちょっと外れ的な。あらららでもなんかかっこいいけどね。だからなんかちょっとかっこいいけど。え、これ知ってるの？知らないね。知らないから逆に安いかもね。なるほどね。そうか。あ、でも。でも？うん。三枚？いや、あの72分の20の確率でこれ入ってる。じゃあ、しょうこちゃん、行ってください。しょうこちゃん、しょうこちゃんの方がついてる。そうだね。開けちゃおう。カウントダンペリ。ダンペリこのまま。ダンペリ来い。じゃあ、行きます。同じだったらちょっと、楽しいね。そう、できたら違うのがいいな。でん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 。あれ？あれ？もしかして一緒？同じ。あらららでん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 、あらら、あらららら、同じものでした。同じか。バルド？バルドですね。いいね。ちょっとバルドですね。ちょっとあれはね、いいです。あ、でもスパークリングだったら、まあでもあれ、あれで、あの飲もうか。同じものも入ってる。アレクシが大きくなっててびっくりしててさ、うん、乾杯しようかみんなで、ね、アレクシも乾杯しよう。乾杯しよう。おお、乾杯。乾杯。おお、開放。乾杯。あのフランス語では乾杯。なんかそれを塗って。全部入れた方がいいかな。うん、すごいな。アレクシー、ちゅかん、キャラー、エリちゃん。キャラー。キャラー。意味分からずに言ってる。ハグかな。ハグ。おー、キャラー。映ってる？クックーして。それさ、お酒とか飲んでるとかあんま言われない。なんかただね。